前半の35分でした。福島は橋本拓人のシュート、まあ、この辺りのシュートを打ってくる、それからシュートの質というのもセンスがあるなと思いますけども、橋本選手、そして沼津の方は37分に、ここは沼津本当に惜しかったんですが、オーバーラップして砂森左サイドバックからのクロスは際どいところに行きましたけれども抜けていきました。どっちの選手かに当たれば入っちゃうというようなねところに蹴ってきましたね。そして、後半に入りますと47分ですが、まあ、後半の2分ですね、ニュードのヘディングシュート、もうかなり際どい場面でしたけれども、ただニュードに体をやっぱりディフェンダーが合わせていっています。この場面ですが藤原でしたね。ここはそういう意味では自由に打たせなかったという場面でした。そして福島は56分、田村のシュート、これもまあいいリズムで打って自分のイメージができていた、思い切りのいいシュートだったと思いますが、枠を捉えることはできませんでした。後半の30分、75分ですね、沼津はここで、まあ、畑のシュート、これはディフェンダーに当たって少しシュート気味になっていったという、まあ、もしかしたらクロスだったかもしれませんけれども、そして東山高校を出たばかりの池田のクロスから福島、このヘディングシュート、樋口のヘッドでした。これが後半の32分、トータル77分。そして90分、アディショナルタイムにこの染谷のクロスから最後は太田和樹でした。頭で反らしたのは田中ですよね。田中が反らして最後は太田和樹でしたけれども、